コールが好きなんです。これだけは言っておくけど、文京区で一番ここ後楽園ホールが好きです。ファインが狭いかな。おい後楽園、 See you tomorrow。 もう最低限の言葉しか喋りませんね。はい、真田さんとは今年でもう4回目ですか。何かやっても楽しいね。全然飽きが来ないよ真田さん。次もまた両国楽しみにしてます。うん、高木、うん、お前が勝った気になってるじゃねえよ。それより楽しみなところで、うん、飾りじゃない和の心を俺に見せてくれるんだろ。楽しみにしてるぜ和の飾りじゃない和の心を。その見せてもらってくれよ。結局は勝つのは俺だけどな。どういうこと？なんだよ、俺に集中しすぎて、え、足元すくわれたか。相変わらず後藤らしいな。俺は頭きてんだよ、頭きてんだよ。あの野郎武道館の G1 の最後の試合負けてすぐにリマッチ要求したろ。おい、お前どういうつもりだよ。もしかしてあの G1 の公式リーグ戦が何かの間違いだというのか。それとも、お前も決勝が勝った大事な試合だったのに、まさか俺相手に油断していたのか。ふざけんなこの野郎。まあ確かに俺はこの新日本では大した実績は残してない。だが G1 が始まる前に言ったよな、すげえやつはすげえ、強えやつは強えと。過去の実績なんかな、今の新日本のリングじゃ関係ねえだろ。 9.22 神戸、あいつにとっちゃリベンジ、リベンジマッチということでメリットがある。だが俺にとってもヘビー級に転向して一発目という大事な試合だ。大事なシングルマッチだ。何が何でも落とすわけないか。 G1 のどの公式リーグ戦よりも俺はこの後藤戦に全てをかける。以上。